ハーって目開いてなかったけど、今日開いてるでしょ、よかった自分でもよかったと思う、目開いてて。だってね、こんなにね元気にしょっぱなから話せるのがね、いいよ、幸せななみんちゃん、ありがとうございます。梅水千代さん、タダタンタンさん、ありがとうございます。基本ね、最近ちょっとね、しょっぱな眠たい人で、最後らへん元気になってたからね。今日はね、リハなかったの。昨日リハがあったんだけどね。カルビさん、ありがとうございます。こんばんは。あいたかさん、ありがとうございます。ねえ、もう明日、今日で2月終わって3月になったらもうコンサートまでね、すぐだね、1週間、すぐ1週間経っちゃうしね。フォレストさん、ありがとうございます。Thank youさん、ありがとうございます。今来たばっかり、逆にね よいしょ、早いよね、もう2月終わっちゃうって。明日から3月だよ。うん、春だね。でもまだ寒いよね、全然あんまり春って感じしない、寒すぎて。なんか桜咲くのかなと思っちゃうもん、寒くて寒くて。おもんない人さん、ありがとうございます。いいさん、ありがとうございます。雨もさ、最近よく降るからさ、なおさら寒いよね。雪降ってる？でも3月はあれがあるね、会場でおしゃべり会がありますね、福岡で。ワクワク。あとね、スパイスさんの感謝祭とかもあったりね。なんか意外と3月も予定決まってるところはさ、決まってるから楽しみだね。キョさん、トムトムさん、パパさん、ありがとうございます。福岡雨だね。3月楽しみなこといっぱい、ワクワク。あったかくなってるかな、おしゃべり会までに。なんか着たい服があるのよ、おしゃべり会で着たいなと思う服があるんだけど、この寒さのままだと絶対寒いの。RKP さん、ありがとうございます。こんばんは。ねえ、あったかくなってほしいな。ひんやりしそうかな。まあでも会場あったかいか、ね、結局会場ってさ、あったかくなるんだよね。なんか来たばっかりはめっちゃ寒いけど、あのクリスマスの時あのさ、ファミリークラブの特典が朝あったからさ、めっちゃ早く行ったのよ。寒くて寒くて仕方がなかったの最初だけだよね。おしゃべり司会変えました。何をお話しします。りょうたさん、ありがとうございます。はるみさん、ありがとうございます。室内はね、最初寒いよ。でもみんなが来る頃あったかいと思う。私たちが会場に入った時はちょっとまだ暖房効いてなくて寒いけど。はるみさん、ロデムさん、ありがとうございます。そう、多分みんなが来る頃はね、あったかくなってると思う。だから生誕ティーでもいけるよいいよ、なんか意外と最近緑の生誕ティー着てる人見ないからさ、来てくれていいんだよ。こんばんは。そう、最近あんま見ないの、あれ目立つのに。あんまり着てる人見ないから、着てくれていいんだよ、みんな。緑の生誕ティー長袖バージョン、中に緑のインナー着てあれと似たような色の緑のインナー中にしたら長袖だから、あれはもうほぼいいじゃん、上に羽織ってきてよ上に羽織って、そう、会場でそう上着を脱いでいいんだよ。そうだよ
いいんだよ緑のセーターに来てくれても。でも今年どうしようかな、今年の生誕 T シャツ何色にしようと思って、結構もうやり尽くしちゃったんだよね色。白もしたし黒もしたし、自分の好きな色水色とピンクもしたし、でキュウリの緑もしたわけじゃん。で結構やり尽くしちゃったんだよね。メイビーさんありがとうございます。まだね多分来ないと思うんだか来ないと思うんだけど、多分6月くらいに来ると思うんだよね。今年の生誕グッズどうしますかみたいな。そう、ミアーレスさんありがとうございます。そう、何色にしよっかなと思っているところでございます。そう、なんか色展開も結構なんかはっきり、なんかちょっと前な3年前ぐらいはさ、なんか薄黄緑とか薄ピンクみたいな、結構なんか色展開細かかったんだけど、去年一昨年ぐらいから結構パキパキっとした原色っぽい色が多くなったから、そう、誰も使ってない色とかあるのかな、誰も使ってない色あるのかな、てか何色があるんだろう、そのファイル持ってるかな。確かに誰も今まで使ったことない色とかあるのかな、グレーとか誰かいる、今までグレーにした方、生誕グッズ。来た来た来た、あった。最近全体生誕 T、 そう、私の緑着てくれてないだけじゃないのゴールドアイスさんありがとうございます。誰かいた、グレー。まあ、でもグレーってデザインによってはすごいおしゃれ。バーガンディーとかあるよバーガンディーいいんじゃない ライトグリーンとかある。2、4、6、18色あるからね。バーガンディ、これ何色バーガンディって、赤紫ワインレッドみたいな、そっち系かな。でもそう、緑はねすごい目立つの、去年のグリーンはすごい目立つの。ライトグリーンとかにしてみる。ライトグリーンしたこと、ライトグリーンの人いる、生誕グッズ。別にねいいんだよね、挑戦しなくていいんだよ、全然白でいいよね こんばんは。バーガンディ、でもバーガンディデザイン悩みそう。どんなのにするか悩みそうだ。ケンシサワキさんありがとうございます。今年も目立ちたいとか言いつつみんな来てくれないじゃん緑ね、みんななんか来てくれないじゃん緑、私めっちゃ目立つよってさ、公演でもさ、コンサートでもさ、コンサートとかイベントとかでもさ、緑めっちゃ目立つよっていうのにみんなそんな普段使いしないじゃんりょうたさんありがとうございます。ね、もうめっちゃ目立つよあれなのにそんなね公園で、そう、来てくれてる人は来てくれてるの、でも一回も来たことなくないっていう人も絶対いるのえ持ってるけど一回も来たことなくないっていう方もたくさん絶対いらっしゃる、ちょっと知ってるマリモさん、はるみさんありがとうございます。もう公園の時だけでも今度来てきてよみんなで。ね、絶対持ってるけど絶対着てないよねって思っちゃうから、私がじゃあみんなに託します。私が22歳になるまでに2回は公園に来てきてください2回。
もう1回しか公園行けなかった人はその1回必ず来てくるの。モヒリンさんありがとうございます。2回、結構ちょっと優しめにした。5回とかでもいいよ、してくれる？5回来てくれる？8月、あと5ヶ月、3、4、5、6、7、8、5ヶ月か。ノルマ、私が22歳になるまで。毎回だとちょっとかわいそうかなと思っちゃった。恥ずかしいんでしょ。洗濯中だなって言う人は来年2枚買うの。2枚買っていつ洗濯していいようにもするの。メフィラスさんありがとうございます。じゃあ2回、そう2回来てきて、私が22歳になるまでに、だから8月31日までの公演の間に1回しか行けなかったよっていう人は、そう1回、1回も行けなかったよっていう人は、あの家で来て。家で来て、で何回か来れる人は必ず2回は来てください。そうお願いします。そうみんながどのぐらい来てくれるかによって来年の色考える。来年？今年か、今年の生誕グッズの色考える。緑着て。だってデザインはそんなにさ、そんなに恥ずかしいデザイン、あれ恥ずかしいデザイン、もしかして。私あれ結構デザインシンプルだと思って制作したんだけど、あのデザインって恥ずかしい？よくよく見たら恥ずかしい？パッと見は恥ずかしくなくない？わかんない、あ恥ずかしいかな。あれ結構おしゃれだと思って作ったんだけど、あと8回、ありがとう、優しい。私の生誕って来て、近くそれすごい勇気だね。後ろが恥ずかしい、じゃあパーカー羽織るとかし。あの色が恥ずかしい、ダメじゃん、もう緑できないじゃん。そっか緑が着にくいの、うん、困ったな、どうしよう。デザインというか色なんだ、困ったな、お疲れ様です。うん、公園で来てくれてたら超目立つよ。だってイベントとかコンサートで目立つんだよ。ってことは公園なんかさらに目立つよ。そうだから来て来てすごいいいことあるよ。すごいことあるよ、すごい目立つよ。ってなるよ。プチトマトさんありがとうございます。緑に合いそうなジーンズとかは、私この前何着たか、博多誕生会の時黒いジーンズ履いてた。黒黒かな、グレー、黒グレーみたいなジーンズ履いてました、博多誕生会の時。プチトマトさんありがとうございます。ありがとうございます。新人ちゃんさんありがとうございます。1440日ありがとうございます。1440ありがとうございます。そなんか気づいたらもうすぐ4周年みたい、ショールーム去年3だったもんね。もうすぐね、気づいたら3になるらしい、3じゃない 4周年らしい。アナシさんありがとうございます。こんばんは。ね、いい緑着てきてよ、待ってるよ。みんなが緑の生誕って生きてきてくれるの待ってるよ。夏ね、ちょっとさ、やっぱあれ毎回さ、やっぱこだわってさ考えてるわけじゃないですか。考えてるんですよ、こだわって。今年はどんなのにしようかなとか、去年こんなのにしたから今年はこういうのにしようかなとか、すごい考えてるから、そう来てくれたら嬉しいな。
私が22歳になるまでに2回は来てくれたら嬉しいな。そう、去年21歳の生誕期持ってないよっていう人は22歳の生誕期買ってくれたら嬉しいな。まだ何も決めてないけど。そう、これから暖かくなりますからね。そうじゃん、そう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 、今すぐじゃなくてもね、8月31日までに2回だから、そう、6月とか5月とかね、7月とか暖かくなってから来てくれたら良いのですよね。ちょっとね、まだ今寒いからね、みんなが暖かくなってから来てくれたら嬉しい。スマホの画面、私スマホの画面あれだよ、ロック画面、あのハウステンボスの時のカウントダウンの時にジャンプした写真だから、リナチも写ってるし、あのユエルさん、リノ、マイさん、アキヨシさん、アキさん、ネネさん、おいもさん、リナチ、私、9人がわーってジャンプしてるのがロック画面です。お気に入り。春にぴったり見たい、そうだよ、桜とバッチリだよ。でも花見に来ていけとは言わない、うん。そこまでは求めないから、お願い、公園に来て、来て。公園に来て、来てくれたら嬉しいな、目立つよ。20歳の生誕ティー、でも家に2着ぐらいはあるよ。こんばんは、いつも家から来てる、ありがとうね、本当に暖かくしてきてね。半袖まだ寒いから。会場で統一の日、うん、それはね、いいよ、だってみんな大変でしょ、着替えるのね、花子のところに行かなきゃってなったら大変でしょ、着替えるの、着替えるとこないしね、ないっていうし、ね、公園に来てきてください。こんばんは。しくよろ。大変でしょ、同じ時間にあの子のとこ行くのに真緑で行けないみたいな。なっちゃうでしょ、ね、だってここにね、ダコ好きな人は有利倍とか書いてられないってなるでしょ、だから公園で来てきてください。公園も大変、分かんない、公園で待ってるけど、ね、来てきてね。確かに生誕タオルってね、みんないつ使うかな、結構あの去年の生誕タオルも好きな感じにできたんですよ、やったやったーと思って、かわいいこれと思ったけど、生誕タオルってね、なかなかね、使うタイミングがね、ないよね。なんだったら使いやすいかな、ね、今年使いやすくしたいね、なんかどういうデザインにしたら使いやすいかな、ね、なんかどうにかああいうなんか縦長か横長で使いやすくするデザインにする方法はないのか、うん、ね、なんか文字形にしてね、うちわ代わりにはなんないか、さすがになんかうちわ代わりとかになればいいんだけどね、そういうなんかハートしてみたいな、でも見にくいかタオルで、それは何がいいか、なんかないかな。
こんばんは。ねえ、なんかどうにかみんながね、もっとタオルにもね、やっぱ日浴びてほしいじゃん。ゆいちさん、ありがとうございます。私は生誕ティーもね、日に浴ね、日を浴びてほしいんだけど、タオルはね、もっともっとね、なかなかないよね。どうしたものか。家に飾る？縦軸みたいにして飾らんか。自己解決。はるみさん、ありがとうございます。縦になんか文字ブワーって書いて、習字、なんかそういう習字系の文字で書いて、縦軸のように使ってねって言うけど、使わんな。飾らんね。はるみさん、ありがとうございます。ラブ北海道さん、ありがとうございます。サッカーのポスターみたい。あー、どういうことだ、自分の顔ってこと？サッカーのポスター、どんなポスター？あ、サッカーのサポーター。ポスター。見間違いひどい。サポーター、あー、なるほどね。でも広げることがなかなかないっしょと思っちゃうんだよね。そう、こうやってバッてすることがなかなかないじゃんね、劇場でバッて広げられないしね。ね、お隣の人とか後ろの方のお邪魔になっちゃうからさ。もぎりんさん、ありがとうございます。最初あれ飾った？ おばあちゃん家にも飾ってある。田中より17歳はね、確かおばあちゃん家に飾ってあるタオルが。悩みますね。毎年悩む生誕グッズ。写真系、意外とね、写真系してるんだよね。去年も写真だったし、一昨年もね、写真だったの。そう、意外と写真はね、いっぱい使ってるんだよね。それ欲しい。なんだそれ。田中より17歳？じゃあ17歳の時横だったから、次縦バージョンにする。縦で田中より22歳にする。どうしようかね。なんかね、使いやすいのがいいよね。写真の生誕って、ああ、生誕ってに写真が入ってる。あれ見えますよ結構。まあでもなんだろう、デザインによるかな。デザインによると思うけど、意外と見える。うん。サイズじゃん、タオルのサイズは変えられない。あれ、みんな半分、あ、そうね、半分ずつ広げる、確かにね。どうしようかね。加入してから毎年のお顔写真になるよ。前髪が厚焼き卵の時代が出てきちゃうから。よくないよくない。ね、半分で視聴ね。そうね、半分とか3分の1ぐらいがちょうどいい気がする。あれ結構長いよね、タオル半分にしたらさ、結構腕広げなきゃいけないから。でも3分の1だと、まあ多分横の人とかには迷惑はかかんないけど、その分ね、文字は小さくなるからね。なんかさ、そのサッカーのさ、サポーターじゃなくて、さっきやってサッカーのポス
スターだと思って考えてたやつでさ、あのサッカーの方のさポスターでさ、なんかこういうさ、こういうこんな感じで筋ポーズしてる、なんか頭から上半身ぐらいまでの写真がちょっとアップでさ、なんかその人の名前とかさが英語で書いてあるポスターあるじゃないですか。あれかっこいいよねと思うんだけど。まあでもなんだろう、幅が全然違うけどね、タオルと。あのポスターって結構横幅広めだけど、広めで、タオルはちょっと横幅が狭い、狭いかつね、長い、縦が長いから。どうしたものか。悩みましょう、しばらく。まだまだね、そう言われたわけじゃないんですよ、生誕グッズ考えてねって。そう言われたわけではないのです、全然。ただふとね思って話してるだけで、まだまだなんですけどね。多分6月ぐらいになったらまた悩み始めてると思います。どうしよう、今年の生誕グッズって言ってると思う。でもあの着たい衣装はあるの。なんなら3着ぐらいで悩んでるぐらい。そう、今年はそうアクスタにしたい衣装が、そうアクスタになるよね、あれ生シャツアクスタになる。そう、自分の今まで着たことのある衣装で3着ぐらい今年はもうあるの。そう、あれ着たことあるやつ、今まで自分が。それはもうね、結構ねもう絞られてきてる。そう、誕生日のアクスタ、3着候補がある。そう、今年はもう大人列車が着れるの。でもまあ大人列車も入ってるけど、あと2着悩んでるのもあるから、そうそうそう、そこをどうしようかなって感じ。そっちは結構ね決まってはないか。そう、3つ子って感じ。そう、あれはね、今まで自分がまあ公演だったりイベントだったりコンサートだったり、まあ、周年とかだったりで着たことがある衣装で撮影ができるんですよ。そう、私ね、そう HKT の衣装の中で一番大人レシテが好きなのに、そう着たことがなかったんですよ。そう、着たことがなかったから、そういう、そう着たことある衣装の中で好きなの選んでどうぞって言われても選べなかったの、大好きなのにと思って。でもそう、大分のイベントの時に着れたから、とても幸せ。超幸せ。あとね、着てみたい衣装はね、あれが着てみたい、あのマリン、あの可愛い子には旅をさせようでさ着てたズボンタイプとかさ、長ズボンタイプとかスカートタイプのやつがある、あのマリン系の衣装、コンサートで着てたやつ、あれ着てみたい。あれ着たことない。そう、マリン系の可愛くない、あれ、あれ好き。なんかね、いつかのコンサートで、そうザ・ピースのやつ着れるかもってなったんだけど、結局ね着ないことになっちゃって。そうなの、フィッティングまでしたの。フィッティングまでしたんだけど、結局そうコンサートで使わないってなっちゃったから着れなかったんだけど、着てみたい。あれ超可愛くて好き。カニ味噌さん、ありがとうございます。お乳はな、あでも最近そんなお乳してないし、なんかそんなねお乳のイメージないじゃん。可愛いけどね、衣装はすっごい可愛くて大好きなんだけど、そこまでなんかお乳のイメージが自分にないから、実質、そう実質着てる、試着はしてるって感じ。試着はしてるけど、みんなの前では着れてないよっていうね。次の目標それだね、それ着てみたいかな。あとはね、なんだろう、
も結構自分が入る前に憧れてた衣装は何着かそう着れてるから、幸せ。マリン着たいな、ザ・ピースのやつ。衣装はね選べない、基本的に大体あのサイズ自分の背丈とかで先輩方のを衣装さんが当て込んでくださるって感じだから、まあ葵さんのとか最近多いですね。葵さんの衣装を着させていただいてることとか多い。ザ・ AKB っぽい。あー確かに、確かに赤チェック、赤チェック着たい。赤チェック似合うか分からんけど赤チェック着たい。赤チェックってなんかザ・ AKB って感じするよね。でも赤チェックもだし、なんかポニッシュ系のなんか白水色みたいな爽やか系も可愛くて好き。私はあとは個人的にあの永遠プレッシャーが大好きだから永遠プレッシャーみたいな感じの制服系も好きし、なんかちょっとドレスっぽいやつ、アンクレットとか、あでもねああいうのも好き、あのサステナブルとか、かわいいよね、かわいいよね本当に。衣装ってあとあれも好き、君はメロディー、あの水色、なんかパステル系の水色とか紫系とかピンク系にお花がいっぱいついてるやつ、スカートが後ろがちょっと長くなってるやつ、あれ好き。でもあれ私多分形似合わない悲しい、うううそう多分私スカートの真正面から見た正面が短くて後ろが長くなってるデザインのさスカートってあるじゃないですか、結構あれ好きだけど多分ねチンチクリーンだからどうなることやらって感じ。ミクさんのバッグ、うん、あの時くらいかも。赤チェック着てるのあんま赤チェック着ることない。こんばんは。ああ確かに言い訳メイビーとか大声ダイヤモンドとかね、もうなんか AKB って感じがめちゃめちゃする。わかる、うん、すごいわかる。いいな、着たい衣装はいっぱいあります。もう全然関係ないけど、あの R でやってたハートの独占権の衣装とか大好き、かわいい。てかあの R のアンコールのチェックの衣装も好き、かわいい。あれそれ言うのはかうーん確かに、あれ1回だけだもんね、おととしの去年っていうのかな、ハウステンボスの時だよ。確かに HKT 赤チェックの衣装あんまないね。まあね着たことないとダメなんだって。まあ、なんかちょっとやっぱそういうさ誕生日生誕祭グッズですってなったらやっぱ思い入れのあるものがいいじゃないですか、せっかくグッズにするならね。今までなんか何かしらね思い入れがあるものの方がなんかね個人的にもいい、なんだろう、思い出になんか印象に残るしさ。ああ狼とプライドね、でも狼とプライドの SK インさんのあの黄色の尻尾がついてる衣装着てみたかったねえ、あれかわいいよね、あれ超かわいいよね、あれも好き。その黄色のやつあれめっちゃかわいい、すっごいかわいいんだけど、そうあのね違うそう違う SK インさんの衣装借りてた、お借りしてたから、そう純情主義マリア黒っぽい、あーなんなんなんな
真っ赤なアンブレラはグッズだし確かに、てかそもそも赤じゃないからね私たち、悔しい、緑と紺だもん靴だけ赤一回そう、なんか SKE さんに衣装を返してた時に、返してたかも、なんかそういろいろあって、そうなんか先輩方が一回来てたんだけど、羨ましい。フランさんありがとうございます。ねえいいよね、真っ赤なアンブレラね、赤着たいな、赤着れるかなでも確か赤着てるのが前6人なの、あのね、そうあのいぶきはるちゃん、いぶきはるちゃん、くるたん、かえでりみちゃん、みやびが多分真っ赤っかの、そう一人余るの、喧嘩ですよりのとりなちとひじりと私の4人で喧嘩そう多分この4人は多分赤じゃなくていい、なんかちょっと違う色が入ってる衣装だったから、みやびの着たことある、一回あるよね、なんかコンサートかなんかで じゃんけんで決める、争奪戦かな誰か一人破れる赤着たいもうそれか、あの青い衣装着ようよ、かわいいやつ、周年の未来とはのやつ、あれ着よう、もう真っ赤じゃないけど1ミリも赤ないけど、あれ着て真っ赤なアンブレラしましょう。あれでそう 青と白の衣装着て真っ赤なアンブレラとね、一人か、一人分ならちょっと衣装さんにね、なんかちょっとあの赤をね、どうにかこうにか赤い衣装引っ張り出してきてお願いしますね、ちょっと一人分だけね、確かにマテンローの衣装誰か、ね、後ろの4人さマテンローの衣装でもバレないどうにかこうにか赤着て、鉄五郎三世さんありがとうございます。でもそうなんだよね、そうなんだよねって言うとさ、あれなの、14人いたのに7人になっちゃったから、もうポジションがぐちゃぐちゃなんだよね。あれ待って、愛知も赤じゃないよね、5人で戦わないといけないの戦う人数増えちゃったりょうたさんありがとうございます、5人中5人で戦わないといけないじゃん、困った、ね、ライバルが増えた、どうしようそうなんだよね、14人から7人になっちゃったからさ、いや生誕 T 愛知赤なの、あじゃあいいや、あのリナって全然愛知生誕 T でいいよひどい勝手にね、愛知は生誕 T にしよう、そしたらみんな赤切れる大抵ごめんね、嘘だよ愛知、もし切ることがあったらみんなで戦おうねごめんね嘘だよみんなでそう5人で戦うか、もう青確かにカモメラの時愛知半袖寒そうだったな、あの日雨降ってたんですよ、寒かったの、雨降ってたし寒かったから、そうすごい寒そう、ただの魚さんありがとうございますね、5人で戦って分かんないよ、戦う間もないまま5人ともあの自分のオリジナルかもしんないクルタンとイブキだけそう自分のもともと、もう2人はさ最初から赤い衣装だったからさ、2人は赤で、私たちね5人切れるかも赤とか思っといて、そう変わんないか
相変わらずね、緑と紺着てるかもしれないし。ただの魚さん、ありがとうございます。しんじちゃんさん、ありがとうございます、ね、そんなこともあるかもしれない、ありえるかもしれないしね。ただの魚さん、ありがとうございます。いつかできたらいいね。ちょっと今のところ現実味がないんですよ。14人だった曲がね、7人でやるっていうのがちょっと今のところ現実味がないのでいつかって感じなんだけど、そう本当に いつかだねって感じ。そう、リクアワでね、皆さんから1位いただいてからになった。でもなんかさ、絶対ないよ、絶対ないと思うけどさ、なんかイントロかっこいいからさ、コンサートとかなんか1曲目でさ、あれのあのイントロ流れたらちょっとかっこよくない？ね、ちょっとかっこいいなと思う。あのイントロがさ、そのオーバーチャー終わった後に流れたらなるけど、あるけど、あれは38人でする曲じゃないじゃん。多分多分きっと違うじゃん。ね、あれきっと今そう37人とか6人じゃん、 HKT が。あれね、30何人でする曲じゃないもん。でもイントロが1曲、なんかその1曲目にあのイントロが流れたらかっこいいと思う。かっこいいと思わない？思う、かっこいいなと思うけどね。みんなでする、ね、曲のなんだろう、テイストじゃないなって。イントロはね、すごい素敵なの。イントロはって言い方こしね、うん。おばあちゃんにあのイントロが流れたらすごいかっこよって。面白いじゃんね、30何人であのラップしてたら。さくらんぼみんなでやってた。なんかさくらんぼはなんだろう、なんかやっぱアンブレラとテンション感が違うじゃん。でも白線もみんなでやったね。こんばんは、ガッキーさん、ありがとうございます。まあいろいろね、まあ、コンサートって、ね、いろいろ曲大事ですから。キック38人にしたら確かに。ダメだ、ちょっとカオスになっちゃう、ちょっとカオスな空間になっちゃう。アンブレラね、38人は相当カオスだ、やめよう。ね、でもちょっとかなったら目キラキラさせちゃうかも、そのリハ期間。もしね、どっかいつかコンサートとかでさ、アンブレラをさみんな全体曲になったらちょっとね、めっキラキラしてるかもしれない。はるみさん、ありがとうございます。教え言うほど最近してないっていう。インドネシアの方、こんばんは。コンサートの瀬戸り、うわー、コンサートの瀬戸りはもう大変だよね、すごいなと思う、ウッピさん。ウッピさんマジですごい、難しいよね、瀬戸り考えるの。もったまげちゃう、ひっくり返っちゃう。確かにサボテンとゴールドラッシュ H やってたもんね、サマステでみんなで。そのそれでいける、同じ同じじゃないな、あれは。盛り上がるのイントロで違う、イントロだけじゃないかもしれないじゃん、なんか他にもあるかもしれないじゃんね、感想とかさ。
ラップとか、ラップとかいいかもしんないじゃん、みんなでやったらみんなで走ってやり蹴ったりキックとかしたらさ、ね、かっこいいかもしんないじゃんいいかもしれないよあ、でもそもそもね、なんか少人数の曲をね30何人でするっていうのがまあそもそもびっくりやからね。全員で実販したらきっとそれはもうカオスですもうわけわかんない、何してるか何してるかわかんない全員骨骨もカオス、何してるかわかんないって言ったらもうアンブレラもカオスなんだけどね、きっと。4期生さんの曲とか T2 さんのさ空耳ロックとか、なんだろう、なんかアップとか盛り上がる、コンサートでやって盛り上がるじゃないですか、空耳ロックとか特にね。だから全然楽しいし違和感ない。くるくるパーはカオスもいいんだか大変なことになっちゃう体調8人ぐらいいるんじゃない、ネギ持ってる人が8人もいたらもう大変、何言ってるか分かんない。だから盛り上がるのというか、なんかね、なんか曲調がやっぱ違うじゃん、アンブレラと空耳ロックって全然。一時期よくやってたよね、てか前回のハロウィンでもやってたよね。でもあれなんかさ、5期生のさ5周年の記念配信でさ、なんか思い出の写真みたいなあったじゃん、思い出の写真を紹介、思い出の写真とか動画とかを紹介してなんかお話しするタイムがあったじゃん。あの時のあのアンブレラの写ってる人みんなでみんな半目の写真あれ大好きなの覚えてるかな、みんな。いぶき、はるちゃん、くるたん、りなちが写ってたのかな、みんな公開する、あれ出てきたよね、みんなでレッドボディーは。聞いてない人絶対おるよこんばんは。あの写真大好きなの、そう、あれ元気が出るの、本当にうわ元気ないなって時とかにあの写真見るとめっちゃ元気出るの今52分だから55分になったらランキング読みます。もうね、あの写真はね超元気が出るのよ、大好き。そう、よくね、あちょっと元気がなくなったなっていう時に見るのがおすすめなんだけどね、なんでああなったって感じだよね。バウチさんありがとうございます。今ねあの写真ちょっとすぐには見つかんない、あもうさ、もうやってないのかな、もう見れない5周年の配信って、さすがにもう見れないか、見れるじゃん、みんなみんなみんないけるよ、写真 YouTube から探しなね、あれいいですよね、あれもあれは本当にあーちょっと今元気がないなっていう時に見るとすごくニコニコの笑顔になります、ニコニコの笑顔というか、そう元気出る。まだ見れるよみんな YouTube、みんなもなんかそう、あとあの私が靴脱げてる写真とか、そう靴脱げてる写真とか、あれも多分みんな今見ると元気出ると思うから元気ない時見て、あの時の私の内心はもう1ミリも元気ないんだけどあのさ、あの時の私の気持ちはもうどうしよう終わった、もう最悪みたいな、もうどうしようどうしようどうしようってなってるんだけど、今見るとねキャーってなると思うしかもあれ結構奇跡的になんか私の足の目の前にスピーカーが置いてあったから足見えてないことがたくさんあったの、
あの立ち位置でよかった。キマガ3人で半目の主人、うん、確かにキマガ3人で、確かサナちゃんが卒業する前最後のレインボー公演かなんかで、そう3人で写真撮ろうよっつって撮ったんだけど、何枚結構まあ枚数撮ったら1枚だけ、そう3人とも半目、それ多分誰かのねツイッターに載ってると思う、 X ギナチか私の X に載ってる気がする。な教えてください、ありがとうございます。そうみんな元気ないなっていう時は見てください。そうなんかしょんぼりしちゃったなって時とかはね見て元気出してください。13位からランキング読みます。13位キュウリシャキシャキさん、ありがとうございます。12位キョさん、ありがとうございます。11位タッちゃん、ありがとうございます。9位まで聞こえてた。9位タノの魚さん、ありがとうございます。8位タダタンタンさん、ありがとうございます。7位ハルミさん、ありがとうございます。6位トモチッタンさん、ありがとうございます。5位モギリンさん、ありがとうございます。4位リョータさん、ありがとうございます。3位パパさん、ありがとうございます。2位バウチさん、ありがとうございます。1位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。